お疲れっす。鳥居のアンブラグの動画になっておりますけどね、少年の皆さんお付き合いいただいておりますけども、さてさて、いや相変わらず暑いです。わは、作業も無事終わりましてですね、いや最近なんですけど、ツイッターがね、なんかね、まあうち割とネタがツイッターとリンクしてるんでね、なんじゃそりゃみたいなことあったらツイッターの方もぜひ掘ってねチェックしてくださいね。なんか最近ね、ツイッター見てても僕割とね、まあ、割こうあんまりね話噛まないようなところとか、まあむしろ変な話ですけど、見に行ったら不快になるようなのが分かってるようなところとかね、いろいろと情報収集というか、まあいいおじさんなんで政治とかね、こう経済とかいろんなとこ見に行くんですけど、まあ、むしろ逆に話し合わないような人のところ、まあ、同業系とか行ってもいいんですけど、そういうところをわざわざね見に行って不快な思いしたりするんですけどいやそういうとこ見に行かないっていう、うちのお仲間さんもいるんですよ。まあ、それはねその方がいいんですけど、僕ね割と自分とは違う意見を求めて、なんか自分の見たいもんばっかりだけだとね、よくないんじゃないかなと思って、まあ、むしろ僕とはちょっと違うような真逆に張ってくるようなね人のツイートなんかもよく拝見させていただくんですけど、まあ、ちょいちょい不快になりますでもそこに変なコメントは入れたりしません。こうじゃないですかも入れません。だって多分向こうも不快になるし、多分話がね、なんで分かってくれねえんだみたいなそんなのもする気にならないし、だからね、そういうのしないんですけど、まあ別にね、そこで不快っていうか、なんつうのかな、まあでも見てね、そんなこと言わなくてもいいのにっていう方結構いますよね。最近ちょっとがっかりしてるのは、結構ね、そこそこの会社の社長さんが、従業員とかね結構抱えてる社長さんが、あそこの社長とはもう付き合わないとか、あそこのこう仕事はもうね、あんなこと言われたらもうやりたくないとか、結構ねそういう社長さんいるんですよね、ツイッターでこうガーッと。でそこにはやっぱり一定のコメントが来ますよ。そんなことを言わない方がいいんじゃないですかとかね、僕もそう思う派でいや個人の見解は分かるんだけど、でもね社長さんがそれやると会社の話になっちゃうから、やっぱ僕が従業員抱えてたらそういう発信ってしないかな。やっぱね男気感じられるぜとか、なんかこう応援するコメントも一定数ファンの方なんかはするんだろうけど、俺だったらしねえかなみたいなね、わざわざね。まあうちみたいに一人でやってると、ね、別に従業員に迷惑もかけないし、まあ、全てはアイスファクトリーが言いましたけどみたいな通じないんでね全てが僕の総意だけど、やっぱ家族のこと考えるとあんまね、なんかあんまり雨あられの罵詈雑言飛び越えのコメントもらうような発信はしねえの方がいいんじゃねえかななんつって、まあ、気をつけてはいるんですけど、まあ、平和にやりてえなーなんつってね思っちゃいるんですが、で、全然話違うんですが、今日ツイッターで話してたのがね、電動キックボードの話、なんつんだっけ、特定小型原付き、なんとかなんとか、まあまあ言ったらね、電動キックボードが16歳以上だと、規定を満たしている車両を無免許で乗れる、いやマジかと。あんまね、詳しくないです話的にはすいません、取り扱う気がないので、まあ、もちろんこの話は知ってましたけど、様子見ようっていうね、世間がどうなるかみたいなの様子見てから動き出そうと思ってたんで、何もチェックはしてないんですけど、昨日の定休日に、区役所に、まあ、用事がありましてね、納税課ですよ、まあ、言ったら原付のナンバーを交付するところへ行っていろいろ仕事があったんですけど、そしたら窓口のおじさんに逆に聞かれたんです。どうすかって、例の例の問い合わせとかありますかって聞かれたんです。その電動キックボードの話ですよね。だから7月の法改定でこういうことになったんで、まあ SNS もにぎわせてますけど、まあ、バイク屋さん的にはどうなんですかみたいなこと聞かれたから、
やい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 や、役所さん的にはどうなんですか。でもあの聞き返しますと、いやそれが全然問い合わせもなくって、バイク屋さんってどういう感じに今なってるのかなっていうのを聞きたかったんですよみたいなね。なるほどねと。ただねうちね、一切問い合わせございません。数ヶ月前になんかそういうのをインターネットで購入したっていう、お得意様が自賠責保険とかかけないといけないんだよねなんつって、自賠とかやってくれるなんて言うから、あいやいやもう全然、はい、車体番号だけ分かれば、自賠責保険の方がみたいなことは話したことあるんだよな。ただねそれがまた今回の法改定で、まあ、要するにご自宅に息子さんなんかもいらっしゃるから免許なくても16歳以上だと乗れるってことでしょ。なるほどねとね、いよいよどうなってくるんだかなんていう話を昨日区役所で、まあ、窓口のおやさんとしてて、意外なことにこの横浜市内、保土ヶ谷区旭区の管轄では、まあ昨日ね旭区の区役所行ったんですけど、あ、まあ反響はないようです。これからなんでしょうけどね、うん、だからまあどうなんだろう、世間でこうね、あの SNS のネタにはよく取り上げられてて、あどうなんですか、その、16歳以上その定められた車両であれば16歳以上は免許が不要なんでしょう。免許不要、交通ルールとか何にもなくて車の免許持ってればいいよだったらまだわかるけど、免許いらねえんだ。まあまあ自転車と同じ扱い、でも歩道と車道使い分けろよっていうことであれば、まあ別に自転車と同じでいいのか。だからまあヘルメットもね、義務ではないんですよね。着用義務か、あ義務じゃねえや、努力、努力ね。まああとは自賠責保険が必須と、まあ何か大きな事故あった時に最低限ね、被害者の救済をということですかね。もちろんそういったあの任意保険みたいなことなんかもねあればぜひ加入していただきたいんですけど、でナンバープレートが必須ってことでしょう。歩道と車道の切り替え、まあ車道だけじゃクリアできねえだろうと、そんな車両ね。でしかも20キロ以下ってことでしょ。で歩道も使いなさいよっていうことで、歩道を乗り上げるときは何、6キロ以下に切り替え、まあ、切り替えるのか6キロ以上出しちゃいけないのかね、そういうまあ、切り替えができる車両があれば切り替えた方がいいんだろうけど、そういう車両が存在するのかどうかも私知りませんけどね。あとはあとは何よ、どんな、あんま大した情報を俺持ってないね。で、まあ、僕がお話したいのはもう僕がね仕事としてはまあ流れに乗るだけですよ。あの修理の問い合わせなんかが来て、ああこれ儲かりそうだなぁなんつって言ってね、部品の調達ができるんだ、で販売元がいろいろ保証のこととか見ている、ちゃんとした会社であればね、部品取り寄せで修理とか受けたまってもいいんですけど、あとはもうちょっとこう、社会のこう情勢鑑みて、あんまりあの悪者になってなかったら悪者になってなくてちゃんと稼げるんだったら、もう販売とかまでもね手出して、まあ、メーカーと契約できる、発売元とね契約して部品が手に入るとか、で社会的にもそんなに、極悪扱いされてなければ別にね、あの商売として扱ってもいいかなと思うんですけど、実は商売離れると、ね、あんまりこう推進派ではないんですよ。まあ反対派、というよりは慎重派っていうんですかね、まあ、やっぱり今自転車を見てても危なっかしいなって思ってるんで、だからね自転車がまさしく今の、ね、今回の話になるわけでしょ、そもそも16歳を超えてなくても免許で乗ってるものなんだけど、まあ、やっぱり交通ルールをね無視というか、まあ、きちんとできてる人ってほとんどいないんじゃないかな。よほど意識の高いスポーツでやってる方なんか以外は、まあ、僕なんか結構ね、前後に子供を乗せたママチャリを坂道を全開で下ってくるママさんに僕歩いてて引かれそうになったことあるし、逆走ありでしょ、まあ、なんか横断歩道なんかはもう当然車が止まりなさいよみたいでノールックで渡っていく人もいるし、まあね歩道なんかもじゃあ車道は危ねえからつって歩道乗り上げると、まあ、歩行者無視で突っ走っていく人いるし、まあ、無法地帯ですよね。だからここに
電動キックボードが参戦してくるわけでしょ。ちょっと嫌だなと思ってね。で、推進派の人たちは言うわけですよ。いやいや、あの交通の放棄、そこがルール上できちんとできて、あの皆さんちゃんとマナーが守れてれば反対する理由がないでしょって言うんですけど、いやそこはずっちいなって思うんですよ。それができたら俺だって反対する理由ね。そこができないんじゃないって心配だから慎重派と反対派がいるわけでしょ。なんとなくその反対派が言うのも分かるんですよ。まあ言ったら風評被害なみたいなことなんでしょうけどね、推進したい人たちからすればね。まあ、あの気持ちはもちろん分かるし、慎重派だから。で、慎重派からすればそうですかって、ライセンス発行しないであなたたちが言うようなこれはもうね大丈夫ですよみたいなところ実現できるんですかねっていう、まあ、自転車を見れば、ね、できないような気がしてて、うん、まあだからね、逆に言っちゃえばその推進派の人たちはもうある程度ね社会的な実験を含めていろいろと何かトラブルあったら改定していこう改定していこうとやってみないと分かんないじゃん。やってみて不具合あるところ、いや事故なんかがたくさん起これば、ヘルメットとかやっぱライセンス制度とかにするとか、まあ、とにかくやってこうよって言ってくれれば僕も腑に落ちるんです。ちゃんとルールとかちゃんとすれば大丈夫だは心配なんですね。できないと思ってるから、ね、逆に、実験的にやっていこうよって、トラブルはその都度改善していこうって言ってくれれば、うん、じゃあそうかって、もしかしたらね、本当これからのモビリティとして便利なものなのかもしれない、新しいものやるときにある程度のトラブルはつきもんだっていうふうに僕も合点がいくんですけどね。これがなんか、大丈夫だ大丈夫だって言われると大丈夫じゃないような気がするなっていう話なんですけど、僕別に反対してるわけじゃなくて慎重派、うん、そんな感じなんですよ。で、おまけにそんなに便利かって思ってるんですよね。だって、まあ、乗ってって、まあ、例えば会社とか学校まで、15分20分ぐらいの時間で乗りつけられるんだったら、でおまけにその駐車スペース、駐輪スペースがあるんだったら、まあ便利な乗り物かなと思うんですけど、まあ、これあれかな、地域性もあるのかな、あとはその僕なんかがこうやってる商売なんかも絡んでくるかもしれないんだけど、やっぱね、お買い物として便利なこの原付スクーターみたいなのって、こう荷物どれぐらい乗るのみたいなの気にしてらっしゃる方も多いし、ね、だから結局駅まで行って電車に乗り換えて仕事場まで行くっていう人たちがね、その駐輪スペース確保できるかできないかっていうのは自転車でも結構揉めてるとこあるから、変な話ね、この便利な電動キックボード、キックスケーターみたいなね、ものが、まあ、横浜市内なんかだと、まあ、ビューンって行って、ああ便利便利っつって、どこにでも止めてね、用事が出せるわけではないので、バスとか電車の方が便利なような気がするっていうね、そういう、だ果たして本当に便利なのかのというのも、その充電のことだって、まあ、バッテリーが取り外せれば家で充電できるけど、まあ、バッテリーが取り外せないモデルであれば、じゃあ玄関までって言ったらね、お家の玄関、一戸建てだったらそんな不便じゃないかもしれないけど、マンションとかだったら、アパートだったら、団地だったら、ね、どうなのかなとか、便利なのか論もね、ちゃんと論じたいなっていうところはありますよね。特にうちなんかは本当にこう杖ついた、おじいちゃんおばあちゃんみたいな方もお客さんで実際リアルにいるんで、まあ、そういった方なんかがね、まあちょっとバイクも卒業してさっつって電動キックボードを言うっつってね、操れるかっていうのもちょっとねみたいなとこあってね、なんとなくその、インストラクみたいなのをやってる映像も見たんだけど、もうあれスポーツじゃん。なんかサスペンションもついちゃってて、キャンキャン、こんぐらいはねできるようになりますよ、正しい操作を覚えれば。いやそんな人いねえから、ね、そんな意識高い人そそいねえでしょっていうね、まあそういうふうに、まあ、思ってますよ。まあね、でもまあちょっといろいろ前向きに、まあ反対派、慎重派と推進派っていうのはいるんでしょうけどね、まあ、Twitter とか SNS の中でそのこうした方がいいんじゃねえ、ああした方がいいんじゃねえはいいんですけど、結構なんかね強い口調で、お前は分かってないとか、
お前はなんとかだみたいな強い口調で、別にそんなんね、ゼロ百で揉める話でもないから、うん、なんかね、きっと便利な世界が待ってるんだったら、いろいろとこう案を出し合ってね、優しくこう丁寧に議論してったらいいんじゃないかな。それはね、僕らレベルの SNS の世界でも僕はこうそういうふうに思っちゃうんで、なんかね、もうやめませんか、そのギスギスバリ雑言を浴びせるようなコメントとかじゃなくてね、もうちょっと優しく生きてえなーなんて思ってんですよ。もうちょっと建設的な議論ができたらいいなっていう思う、今日のお話でした、うん、何がいいの悪いのじゃなくてね、まあ下水話やめてこいな。で、今日の本題なんですけど、広末ってどうなった